桜子さんの足元には死体が埋まっている。 6.9% それが第1話の視聴率なんだけど、この前のクールの最低視聴率が 4.0% と大爆死に終わった大貧乏でさえ初回はね 7.7% だっただけに、この超低空発信はまさにシャレにならない。うん、それにしてもフジテレビの連ドラの視聴率の取れなさっていうのは超半端ないね。木曜10時の人は見た目が 100% が第3話でさらに下を行く 6.0% を叩き出すは、鳴り物入りだった月9貴族探偵も第2話で早くも2桁を割る 8.3%。まあ唯一火曜9時のクライシスだけがここまでの平均視聴率が 12% 台と健闘してはいるんだけど、なんといっても実際に制作しているのはフジテレビではなくて大阪の関西テレビということで、とにかくフジが作るドラマは数字が取れない状態に拍車がかかっている始末。うん、で早速取り沙汰されているのがフジテレビ亀山千尋社長の退陣論。例えばね、東スポウェブ4月21日付ではこんな解説が。とある事情通の話によると、6月の株主総会で亀山社長は退任する方向で動いています。後任の新社長も作家故遠藤周作さんの一人息子で現専務取締役の遠藤龍之介氏で内定したようですよ。60歳の遠藤氏は2005年堀江門こと堀江貴文氏のライブドアがフジテレビの筆頭株主だった日本放送へ敵対的買収を画策した時、広報部長として対処に奔走した。日枝久志会長はこの時の遠藤氏の手腕を高く評価し、民放キー局では異例の広報畑出身ですが、局内外から人望があることからも指名したそうです。とのこと。踊る大捜査線の大ヒットなどを手掛け、トップに上り詰めた亀山社長がドラマの不人気でとどめを刺されて退陣となりそうだ。なるほどね。うん。おごる平家は久しからず、ね。ところで、桜子さんの足元には死体が埋まっているの内容に関してはね、ウェブサイトビジネスジャーナル4月24日付でコラムニスト三上幸子によるこんな解説が。まず率直な感想は、つまらないという一言に尽きる。ストーリーも会話の内容も凡庸すぎて、どこをどう楽しめばよいのか全くわからない。何一つ見どころがないのだ。裏ではここ最近ヒット作を連発している TBS 系の日曜劇場が同局が総力を挙げて挑む小さな巨人を放送しており、先週の第1話の平均視聴率が 13.7% と高発進を遂げているだけに、桜子さん本当にまずいよという危険な香りプンプンである。下手をすると民放ドラマ視聴率史上最低をマークしてしまわないかと危惧してしまうほどだ。また水木の26年連続主演達成が歌われているが、水木からは完全に過去の人感がにじみ出ており、オーラも魅力もゼロ、一般人の中年女性にしか見えず、富士はなぜ水木を主役に据えたんだという疑問しか湧いてこない。そして最も気になったのが、桜子が縦脇を助手席に乗せて自動車を運転するシーンだ。桜子は運転中に左手をハンドルから離し、右手で数本の指だけをハンドルにかけて操作しながら両手で食品のラップを外す。さらにその後、約3秒間にわたって前方から完全に視線をそらし、縦脇を凝視するのだ。もし仮に時速60キロで走行していたとすれば、3秒間で約50メートルも進むことになり、極めて危険だ。ヤクザが車に乗るシーンですら、ちゃんとシートベルトを装着する昨今、もし桜子の手放し&長時間脇見運転が問題行為だとすれば、内容もつまらない上に危険な運転行為を公共の電波を使って広めてしまったわけで、目も当てられない状況と言えるだろう。
なるほどね。うん。ということで、とにもかくにも桜子さんの足元には死体が埋まっている。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。